シャキシャキ喋っていきます。おはようございます。今日2回目の配信でございます。早くもまだ朝なのに。そしてね、おめめもだいぶ二重が戻ってきました。みんなほら、二重が戻ってきました。おはよう。チュンチュンさん、レインボースターありがとうございます。電波もいい感じ。そう、あの Wi-Fi をこうつなぎ直してちょっとウェンウェンウェンってやりました。なので多分大丈夫だと思う。あ、チュンチュンさん、流星群ありがとうございます。おはよう。ちょっとね、結局まだねメイク間に合わなくてできてないんですけど、意外か、意外と時間なかった。だってさ7時45分に終わって1時間半しかなかったから、ちょっと間に合わへんかったけど、あと後ろめっちゃうるさいけど、みんな気にしないでね。後ろうるさすぎだろ。よいしょ。こんにちは、おはよう。今ほぼすっぴんです。ほぼすっぴんです。おはよう。ファンデーションとリップだけ塗った、だからお肌だけ綺麗になってるわ、すっぴんってよりは。おはようございます。よいしょ。あとね、12時半からの配信に備えてもうね準備をね始めてるので、ちょっと後ろめちゃくちゃうるさいんですけど、みんな気にしないでください。そう、おはよう。すっぴんなのに全然そんな感じしない。やった、服装かっこいい。ちょっとこの家寒すぎてさ、今19度しかないんですよ。上来たよね、寒すぎて。実家に置いてある上着がこれしかなかった、まともなやつが。さあ、こんな、なんか何、イケ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 の上着になっちゃった。またレインボースター投げに行きます。やった、待ってます。おはよう、おはよう。おはよう。ロック歌手みたい。確かに、なんかあれわかる、ロックとかヘビメタとか歌ってそう。さあね、さっきまでめちゃくちゃ眠かったんですけど、やっと覚めてきた。目が腫れてて超重たくてさ、なんか眠くないけどまぶたが重いからこう眠く錯覚するみたいな感じでね、さっきから過ごしてるんですよ。おはよう。皆さんありがとう。日曜日きっと忙しいだろうに、こんな配信をたくさん見に来てくれて感謝です。このアイシャドウ可愛くない？二度寝しようと思ったけど寝れなかった。さやの配信二度寝したら寝過ごしちゃうかもって体が思ってたのかもしれない。夜中にサーキュレーターがうなって起こされた。嘘、どうしたんだろう、サーキュレーターちゃん。仕事休みだからたくさん見れる、嬉しい。イエーイ。おはよう、おはよう。うるさいな後ろ。想像よりうるさい。配信だとどれぐらい乗ってるか分かんないけど、もしうるさかったらごめんね、ちょっと許してください。12時半からの配信に備えて準備が始まってるんで、ホームベーカリーが稼働してます。おはよう。やっとゆっくり配信見に来れる。昨日までの3日間配信見たさに歯ぎしりしながら仕事した。歯ぎしりは良くないけど、良くないけど、歯ぎしりしすぎるとね歯削れちゃうし、歯にひびとか入っちゃうらしい。だからみんな歯ぎしりしてる人は気をつけてね。全時間と捨て干し時間アラームに入れたから安心、ちょいちょい寝落ちしてます。
寝落ちして、あ、アラーム、あ、捨て干ししなきゃみたいなね。すみません、ありがとうございます。昨日の舞台のお稽古で盾めっちゃ見られてモチベ上がった。あー、それモチベ上がる、最高。でもあれね、アプローチさんにアラームお願いする、嬉しい。さやはさ、配信さ、もう2時間か3時間おきくらいにさ計画してるけど、3時間空くときはみんな捨て干しのためになんか動いてもらわなきゃいけないから、みんな私より多分大変だと思う。ごめんね、ありがとう。お疲れ様です、ありがとうございます。夢の中でも星集めちゃいますでもさ、こういう忙しい時ってなるよね。見て、めっちゃ赤可愛くない？最近のお気に入りアイシャドウ。メイク配信ってほどがっつりやらないけど、ちょっとみんなにこの赤の可愛さを見せたくて今塗ってる。台湾やらラシさん、くまちゃんありがとうございます。ほら、片目だけだけどめっちゃ可愛くない？最近のお気に入りアイシャドウ。昨日アラームが鳴って、何のアラームって聞かれたから、捨て干ししなきゃって言ったら笑われたありがとう。いや、もうドヤ顔でよ、推しのために頑張れる人間やからってふふ。朝配信捨て干しで起きたのにその後寝てしまった。あ、あるよね、ありますよね。みんなお疲れなんですよ、そういう時は。試験さん初見です、ありがとうございます。そう、最近ね、赤めっちゃつけてる。赤可愛くてお気に入り、みんなに見せたい、だから今塗って。そう、捨て干し大事だね。三振のためには絶対に必要な工程だもんね。おはよう、ヒラリンさん可愛い人ありがとうございます。おはよう。めっちゃいい感じじゃない？タメさん可愛い人ありがとう。おめむ赤こんな感じ。え、可愛い、可愛いが、さっき朝ごはん食べたのにお腹空いちゃったな。お茶飲んで我慢しよう。なんかさ、実家帰ってきたらや、絶対太ると思ってたのに、今日体重測ったら痩せてた可愛い、嬉しい、ありがとう。何食べたの？今日はね、納豆巻き食べた。どうしても納豆巻きが食べたくて納豆巻き食べた。私まだ食べてない。嘘、さっきの間で食べてるかと思った。みんななんか美味しいもの食べてね。疲れてる時は美味しいもんに限るで。おはよう。もともと可愛いからさらに可愛くなる。あー、みんな褒めるのがうまいな、本当に。可愛いの過去最高更新です。みんな褒めるのがうまいな。ピンクになりました、お目目が。これだとちょっとバランスが悪いのでちょっと直します。直すっていうか足していきます。巻き納豆美味しいよね。オクラ入れるとさらに美味しい。あ、確かにネバネバってさ相性いいよね。確かし。昨日のケーキがまだ余ってるから食べようかな。それは食べた方がいい。もう実際でも実家帰ってきたらさ、絶対ママのご飯で太るかと思ったら太んなかった。さとちゃん、ギフトありがとうございます。くーまちゃん、おはよう。昨日のお夜ご飯は
マクドのダブチ夜マックすごいね、満足感すごいわ。おはよう。グランドビッグマックなるものが登場してるから食べられるかとか、そんなのあるんだ、すごそう。全然知らないけどすごそう。何が違うんだろう普通のビッグマックと。でもさ、ビッグマック1個食べきれないんだよね。そう、未だにビッグマック食べきれません。だからグランドビッグマックも多分無理や。やばい、食べ物の話してたらお腹空いたが限界。あ、ごめんごめんね、お腹空いてんのにご飯の話しちゃってギガビッグマックもある。もっとでっかいの。あや、さゆり8号さん、レインボースターありがとうございます。あと10分ぐらいか。20分って結構短いよね。サクサク喋らないと。こんな感じになってます、今お目目が。なんかさ、にあのキスバイエイトの舞台でさ、めっちゃまつげハゲたんですよね。毎日ゴリゴリメイクしてたら、今育毛中。はやー、ママの唐揚げとか楽しみなご飯がたくさんあったのに頑張ってる。でもママの唐揚げいっぱい食べたけどね。でもなぜか痩せた。いた。やっぱね、規則正しくね、早寝早起きするとね、いっぱい食べてても痩せるんですよね。だからマジで痩せたい人は早寝早起き絶対必要だわ。東京帰ってからも頑張って早寝早起きしよう。いや絶対無理や言ってみたけど絶対無理や。最近寝るの2時とかやからよくない。それはよくない。おはよう。でもそうだよね、さやのために星集めとかしてくれてると遅くなっちゃうよね。多分配信でいっぱい喋るからカロリー消費されてると思う。マジでそれは思う。朝配信したら早い早くできる。え、そう思った。なんかさ、今月いっぱいだけでもまずさ、朝配信ちょっとできる限り続けてみようかなみたいな思ったよね。絶対早起きできるやん。なんか朝から仕事ある日以外、その何も朝ゆっくり起きれちゃう日とかに逆に朝配信の予定を入れることによって強制早起きをして、みんなと一緒にみんなの力を借りて規則正しい生活するっていうのはちょっとありだなってさっき思ったんだよね。ちょうど思った。だから朝と夜2回やればあのみんな見れるかなって。まあ多分朝はそんな大した話しないんですけどそう、夜だったらみんな見れるから、もう朝と夜どっちもやるっていう、どうかな、ありじゃないってちょっと思った。わかんない。でも今思いつきで言ってるから、実際に6月中旬になったらお仕事また始まるからしんどいってなる可能性あるけど、でも昼まで寝るとそれこそ元気なくなるからな。よいしょ。そう、公園出ます、みんな。10日の中心出ますんで、みんな見に来てください。重力シンパシー公演。マジでみんな楽しみ。シャイは楽しみにしてる。マジでこんなにこう頻繁に出れると思ってなかったから嬉しい。なんかさ、チャケと同じポジだったから、ミもそうなんだけど、チャケと同じポジだからなんか結構交代になっちゃうから全然出れないかもなって思ったけど、まさかチャケがこんな早々に新ポジ覚えたから、覚えてくれたからいっぱい出れて嬉しい。
ふふふふ。顔ができてきたよ。イエイ。なんかいつも奥二重だからさ、目ピンクに塗っても結構収納されちゃうんだけどさ、まぶたに。今日さ目腫れてて逆にさあれだからさ、広がってるからめっちゃピンク見えて可愛い。13のチケット当たったからティフに行くね。お、嬉しい。そう、13日ティフもあります。メンバーマジ最強じゃん。ちょっと足引っ張らないように頑張ります。おはよう。よいしょ。なんか6月いっぱいイベントあって嬉しい。劇場も出るし、ティフも出るし、坊ちゃん劇場もあるし、楽しみ。でも覚えられるかちょっとだけ心配だから、すごく頑張ろうと思う。その心配を跳ねのけられるくらいいっぱい練習しようと思います。皆さんに楽しいステージが届けられるといいなね。お仕事たくさんあるのマジで嬉しい。私が病まないで済む。今日はどんなコーデ？今日ね、スカート履いてるよ。よいしょ。これ黒の T シャツに見せ方独特、青のスカート履いてます。可愛いでしょ。見せ方可愛い。やった。あ、そろそろ終わりの時間が近づいてきている。じゃあちょっと早い、20分配信なので早いです。そういえばテロップ書くの忘れてた。20分配信なので早いですけれども、25分からだったから、あれ合ってる？45分までだよね。さ、25分からやったよね。わかんなくなっちゃう。じゃあランキング編で終わりにします。13位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位ルッピーさんありがとうございます。11位バイクコゾーさんありがとうございます。10位ヤキウミさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位ヒロくんさんありがとうございます。8位ちさとちゃんありがとうございます。6位台湾ゆららさんありがとうございます。5位ヒラリンさんありがとうございます。4位トメさんありがとうございます。3位キャロンさんありがとうございます。2位エサエリ8号さんありがとうございます。そして1位はチュンチュンさんありがとうございます。ありがとうございました。2枠目もお付き合いいただきましてありがとうございました。この次の枠はマリアちゃんとのコラボ配信でご飯一緒に作るので、みんな見に来てください。お願いします。12時半からです。よろしくお願いします。楽しみずね。マリアちゃんのファンの方もちょっとこう、なんだろう、あ、サヤリンいいやんって思ってもらえたらいいなと思って頑張ります。みんなも見に来てね。それではまた12時半にお会いしましょう。またね。来てくれてありがとう。バイバイ。